新入社員夏なぎひわ、私フラを仕事にします。スタイルを維持するのも仕事でしょ。ご飯まだあるから食べない？はぁ、プロフェッショナル。もう私やめる。いやいやいや、僕の方が緊張してる。絶賛社内恋愛中なんで。フラを仕事に選んだ新人ダンサーたちの1年間の物語。フラダンスよろしくお願いします。